はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日でこのアポロ88さんからお送りする動画も最後になるんですが、最後のテーマは、やっぱりですね、クイヒペッカーボーラーのコウモリ、恒例が強いですね。今回の、タウンホール12のアタックでも、量産全開っていう感じを、もう全開の量産をね、もうしまくっているので、そこからね、5本、動画を、撮っていきたいというふうに思います。で、数が多いので、なるべくこうね、流し目で見てもらえたらというふうに思うんですけども、最初の1本は、どういう戦術か、ちゃんと解説はするんですが、そこからは、要点だけね、こう話すようにして、あんまり声を入れないようにしたいと思いますんで、こうざっとね、流してみてもらえたら、というふうに思います。まず、これ、ピコルさんの攻めですね。非常に、オーソドックスな、クイヒーペカボーラー、ウィズコウモリのアタックを見せてくれてますんで、まずこれを最初に見てもらいたいというふうに思います。どうやるかっていうと、しっかりサイドカットをしながら、今、これ、突入口は一時側ですね。ここから、リクパートを入れていきます。で、入れていくんですけども、狙いは相手の、こういう、なんていうのかな、ウィズ島とか、あと、マルシンフェノタワーですね。こういうのを、壊していきながら、あとギガテスラもかな、防衛軍も。要は、コウモリを回すのに邪魔になってくる、対空の範囲攻撃、これを徹底的に陸で叩いていくんですね。プラス、コウモリは、なんていうのかな、こう、防衛施設を優先的に、攻めていくので、そのルート作りも兼ねてこれをやっていくという格好ですね。で、残った、大砲とか、対空砲とかアチャトっていうような、対空は攻撃できるんだけども単発の、攻撃しかできないような施設っていうのを、コウモリがもう数の力で圧倒していくという格好ですね。もうシングル IT も今見ての通りで、もう簡単にコウモリが、叩き寄っていきますよね。最終的にはこれだけの、コウモリの数、あとは陸ユニットを残して、お掃除に回っていくということができる、これがこの、クイヒペカボーラービスコウモリの強さですね。でフリーズも1個残していると、お見事すぎるですけども、当然、簡単ではないんですが、誰でも使える、もうなんていうのかな、特殊技能がいるような攻めではないので、まだねこれ試してない方っていうのはぜひぜひね、積極的に使ってもらえたらいいと思いますし、もう使っている方は、今回ねいろんな配置に対するこの全開を見ていきたいと思うんで、これをね参考にしながら、今自分の持っているその攻めのレパートリーっていうのをね、こう広げてもらえたらいい。レパートリーっていうのかな、そのなんていうかな、村へのこの戦術の当てはめ方っていうんですかね、これを広げてもらえたらというふうに思います。で、2本目はこちらですね、テリーさんが攻めてくれた、これサザンクロスに対する、クイヒーペカボーラービズコウモリのアタックですね。で、突入は6時から、リクパートを入れていきます。で最初に、ライドラでしっかりカットを入れてますね。これまたお見事で、ライドラのカットっていうのはね、サザンクロスを、攻める場合にはどうしてもこう外周に施設が密集しやすい配置なんで、すごいチェーンが刺さるんでね、ぜひ使ってもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとミスったのが、この突入口からライドラ出しちゃったもんだから、突入口の施設が全部なくなっちゃった上に横にこう残っちゃってますよね。ここにこうペッカとかがつられていっちゃいます。これはね、本来は、ここの部分っていうのをしっかりとカットして、で突入口は突入するペッカとかボーラーたちでこうカットしながら中に入れていく、こういうようなね格好でやっていくと、よりねユニットがばらけずに済むと思いますので、そういうところはね、適宜こう、攻めるときに、考えながらやってもらえると、なおさら成功率がね、高まるかなというふうに思います。で、中心部まで向かってないですね。ギガテスラを折ったところら辺で結構ユニットが足止め食らってるんですけども、それでもテリーさん、ここから、コウモリパートを発動していきます。9時方面から出していきますね。で、怖いのは残りウィット2個です。バルーンで潰していくんですね。これうまいですね。今シングルインフェルノタワーをコウモリが折っていきましたけども、
このねシングルインフェってやっぱコウモリで折らせるのがこの戦術やる上ではすごい大事になってくるんですね。まあ、なぜかっていうとペッカーで結構な枠を割くので、あのシングル IT がすごい天敵で怖いんですよ。なんでなるべくコウモリで折っていきたいと。で、あと最後のフリーズを今クロスボウに使いましたけども、これもあの結構いい判断です。あのクロスボウって連続攻撃のスピードがめちゃくちゃ速いんで、ほっとくとコウモリをガン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 落としちゃうんですよね。まあ、そうさせないようにしっかりと、フリーズで止めて、ね、コウモリに殴らせると。まあ、フリーズが最後余った場合は、クロスボウとかあとはテスラに、当てるとね、よりコウモリが長生きするんで、ついついこう、対空砲とかねアーチャークイーンを止めたくなっちゃうんですけども、そこはむしろ無視した方があのコウモリにとってはいいかもしれないですね。お見事なアタックでした。さて行きましょう。次は19番ですね。これもですね、先ほどのエピコルさんが攻めてくれたアタックになります。で、このね、攻めのテーマは適材適所ですね。見てもらうとマルチインフェルノがここに2本で、ウィズドはここにこうあるんですよね。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、怖い施設、まあ、コウモリにとって怖い施設っていうのがこういう風に並んでいるわけですよ。なのでピコルさんがやった攻め方はどうなのかっていうと、陸を、すいません動いちゃった陸をこっからぐるっと回してコウモリでここを潰すっていう方法を取ってるんですよね。これがすごいねうまいんですよ。まあ、当然今ねライドラとかを出して、ここのねウィットに対する、まあ、ケアをしていってますけども、まあ、最悪ねこれあのケアできなくても、まあ、多分ピコルさん的には全開取れたと思いますね。まあ、とそこまで読んでたかどうか分かんないんですけど、おそらくあのしっかりケアをすること前提で考えてはいると思うんですけどね。あの私がパッとこの攻め後で見た感じ、あの、まあ、コウモリがここでやられちゃっても、まあ、全然これはあのリキュパッドそれは伸びるよなっていう感じです。なんでかっていうと、ウィズドとかで固められている区画っていうのは、あとマルチ IT とか、回復自体はそんな高くないじゃないですか。そうするとペッカが生き残るんですよね。あとヒーローが生き残ってくれるんで、ヒーラーもそこについているとほぼほぼ体力減らさずに突き進めちゃうわけですよ。なのでもう本当これはもう適材適所、マルチ防衛施設の固まっているゾーンっていうのはペッカヒーローボーラー部隊で潰していって、そうでない大砲とかが、ね、固まっているところをしっかりコウモリで潰すというこの使い分けによってこの配置を、ね、見事に、全開していくというこの発想ですね。これがすごいお見事でした。で、次もう一個ね適材適所の攻め方をしているアタック見てもらいたいというふうに思います。エレさんですねが攻めてくれたこちらのアタック、これもまあ見てもらうと、マルチ IT がこことここ1本か1本ですね、すいません1本しかないんで、こういう風にコウモリが苦手なゾーンがあるけども、ここは全然コウモリで壊しちゃいますよね。そこを狙っていってます。ちょっと見ていきましょうか。壁の中に入ったペッカーたちが少し、それていってますね。こっちから入っていってこうとこう二分していってますけども、まあこの辺がねばらけることは多分エレさんも想定の範囲内だったんじゃないかなというふうに思います。あとは、ばらけてもいいんでコウモリの呪文を使って、そうですね、ここら辺っていうのを一気に潰していく。これ見ていきましょうか。で、今このくじ側のウィズドはしっかりバルーンで、サポートを入れてってますね。かなり今ここで押されてるんですけども、フリーズを使わずに突破できちゃってますね。でさらに中央に入ったアーチャークイーンがウィズドとかをたけってくれてるんで、これによってコウモリが全然焼かれずにね、最後のインフェルノタワーまで追って全開という格好ですね。もうあのフリーズは今1本最後、ウィストに落としましたけども、もういらなかったぐらいですよねこれ。完全に
さらにもう2個フリーズも残っていて、もう圧倒的な全開。ババキンももうフィストいらないから使ったっていう感じ。まあ、こんな形で適材適所にこうユニットを使っていくと、まあ、それによってだいぶね余力を持って全開まで持っていける。でその適材適所の、まあ、そのなんていうのかな考え方が、ウィストやマルチ IT がないところにはコウモリ、まあ、それがあるところにはリクパート、まあ、このね2つの、噛み合わせを上手にやっていくっていうことですね。お見事でした。で、本日最後のアタックですね、見ていきましょう。今回はタウンホール11から12の全開を取ったっていうアタックですね。こちら、ボポンさんが取ってくれたアタックになります。これもっと顕著ですよね。見てもらって分かる通り、もう完全に、ウィズトとあと、マルチ IT が全部この線よりも上側にこうありますよね。これに対して今回ボンボンさん、さっきから見ている、クイヒーペカボーラーのコウモリを使っていくんですけども、マルチ IT 今回3本なのでかなりねコウモリを使うには適さないように見えるんですが、どうでしょうね。しっかりとヒーロー部隊、あとボーラーペッカたちは壁の中に、バスターに、続いて入っていきますね。この辺のサイドカットもちょっと今解説しなかったですけども、すごいうまいですね。重量級部隊って、まあ、数いっぱい入れられないんで、サイドカットしっかりやんないと、周りにそれちゃって全然こう束にならないんですけど、まあ、これを束にできているのはボンボンさんのやっぱりもうなんていうかな基本的なうまさだと思うんですが、ここまで来ても見てください、これ全然怖い説がないですよね。もう今すぐでもコウモリ発信できるっていう感じじゃないですか。ちょっとねこれ少し溜めてるんですが、もうこの溜めはなくてもよかったかもしれないですね。もうこのタイミングで一気にコウモリ放っても十分、まあ、よかったと思うんですけども、まあ、多分このマルチ IT をね少し意識したのかなっていうふうに思います。今コウモリですね、4時方面からコウモリを出していって、最終、マルチ IT のところに向かうように、まあ、こんな風にぐるーっとこう回していきますね。フリーズがあとまあ3発、まあ、最後を見て 4発か残ってるんで、もう徹底的にマルチ IT を凍らせに凍らせて、でもうこれでもかってぐらい機能させずにいますね。最後ちょっとマルチ IT が復活しましたけども、まあ、その時にはコウモリが目の前に迫ってるんでもう止めようがないですね。クイーンもクロークを使いどころなかったんで、ここで解放して全開というところです。さて、こうやって5本見てきましたけど、どうですかね。時間切れの要素も、まあ、コウモリが残ってくればもうあんまない、まあ、非常にね優秀な全開アタックなんで、まあ、私これ以外にもこの編成の動画過去にいっぱい出してますんでね、まだ試したことがない方は、まあ、そんなのも参考にしながらぜひぜひね、一回試してみるとこの編成の使い勝手の良さが分かると思いますんで、おすすめですんで、ぜひぜひねお試しください。ということで、ね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。